ちは、神奈川県総陽高校です。3年間の集大成なので、一つでも多く勝てるように頑張ります。3年間育ててくださった先生方に僕たちの飛躍した姿を見せるように頑張ります。スケーレどうしよう。神奈川県の日大高校です。いつもより観客が多くて楽しい試合ができました。日大高校柔道部の仲間や顧問の皆さんに今まで支えてもらった感謝を伝えたいです。ありがとうございました。佐賀県の龍谷高校です。1回戦は勝ったけど2回戦目負けてしまいました。とても悔しかったです。監督の大先生、3年間ありがとうございました。気をつけ、レイプショップショップ。神奈川県藤沢市から来ました、東麗学園藤沢高校です。3年生5人最後で一生懸命戦えたのが楽しかったです。クリア先生、3年間ありがとうございました。ありがとうございました。東京都の成城学園高等学校です。まずは東京から福岡まで来て柔道を楽しむことができた、そして金秋期をかみしめることができたんじゃないかなって思ってます。もともと出る予定だった子がいるんですけど、その子の思いも背負って、もともと6人のチームだったんですけど5人でここまで来て、柔道できたことを嬉しく思います。これからも頑張っていくと思います。タクト頑張ろう。まずはお父さんお母さん、そして家族の方々、いつも美味しいご飯作ってくださってありがとうございます。次に、柔道部の仲間の、メンバーたちも一緒に稽古に励んでくださってありがとうございます。これからも頑張りましょう。広島県の広島国際学院高等学校です。自分たち3年生は2回目の出場だったのですが、1年生は最初の大会ということもあり緊張したところもあると思うんですけど、自分がやらないといけないところとかをしっかり出し切ることができ、悔いがないような試合をできたと思っています。この次の大会では1、2年生が主体となるので、自分たちの記憶を塗り替えるようないい試合をやってくれると思っています。林田先生や山上先生、そして保護者の皆様、僕たちを3年間支えてくださってありがとうございました。そして後輩のみんなには、自分たちは金秋期でいい結果を残せなかったんですが、インターハイやこの大きな舞台で活躍して結果を出していただきたいです。ありがとうございます。気付け、礼よいしょ。ありがとうございました。八王子学園柔道部です。3年間の全てを出し切ったと思います。監督やいつも応援してくださる OB の皆さん、応援ありがとうございました。気をつけ、礼。ありがとうございました。福岡県小倉高等学校です。3年間の集大成だったので頑張りきれたという思いが強いです。今まで支えてくださった保護者の方々や、移動した先生方、今年から来られた監督やコーチの方々にありがとうございましたと言いたいです。のありがとうございました。大阪府の箕面学園高等学校です。今年は僕は1年生で、今年は大会に出ていないんですけど、来年は出場して5人抜きを達成したいです。僕は10人抜きします。いつも優しく時に厳しい稽古を作ってくれる先輩方、いつもありがとうございます。ありがとうございます。兵庫県の市川高等学校です。初めての金秋期で、悔しい結果にはなったんですけど、これをもとに今後頑張っていきたいと思います。先生や保護者の方々にいつも支えていただきありがとうございます。レッショップショップ。岡山学芸館高校です。今までにない最高のパフォーマンスで終えることができました。前田先生、3年間ありがとうございました。大好きです。福岡県柏市高等学校です。今まで3年間、仲間とやってきて、最後の大会で
こう今までやってきたことを全部出し切ることができてよかったです。お父さんお母さんに伝えたいと思います。自分は中学校から車で30分もかかる送り迎えをしてもらったり、柔道で高校中学校を選んできて、それを心よく理解してもらって、辛い時も支えてくれて本当ありがとうございました。3年生最後の試合として悔いの残らないようにできてよかったと思いますし、苦戦もしたんですけど自分らしい柔道ができてよかったです。いつも支えてくれたお父さんやお母さんに感謝を伝えたいです。毎日の弁当や毎回大会の時の応援など、自分がいつでも元気でおれるようなことを毎日やってくれてとても感謝してます。ありがとうございます。この禁止期が終わって、やっぱ3年間きついこととかもあったけど、3年生2人と自分でよくここまで頑張ってきたなって思います。本当に楽しい3年間でした。お母さんとお父さんと、妹と、あと柔道してくれた仲間たち、みんなに本当に最高の3年間を作れて本当にありがとうございました。将来に向けてこれから勉強とかも頑張るんで、これからもよろしくお願いします。埼玉県埼玉栄高等学校です。目標の3冠に一歩近づけたので、最後のインターハイしっかりやります。これまで支えてくださった家族やチームメイトに感謝しています。ありがとうございました。せーの、集中。はい、ありがとうございます。